川さんも怒られたりはしないんですか？うん、僕も全然怒られたりが。え、誰に？いや、監督に限らず他の現場でもあんなふざけた態度で出てて怒られないよね。いや、ことに怒られないよね。もう期待してないんだろうね。でも清水監督はね、あの監督として僕には怒らなかったけど、あのチーフやってセカンドのね、足立さんとかいるんですよ。はいはいはい、ね、足立さんで見たからにダメなんだけどね。はいはい、なんでこの人映画目指してんだろうって、見たらみんな100人が100人思うぐらい。ダメ人間オーラがあるわけですね。誰もとどめを刺さないと。ね、それを清水あのチーフ助監督はすごいよ。あの殴る蹴る、あれすごいですよね。映画の現場行って、うん、あのチーフセカンドサードのその徒弟性っていうか、うん、てめえこれできねえのかこの野郎、お前そこ見切れてんだろうって、そういう理由があって殴る蹴るだったらまだいいんだけど、天気が良くならない殴る蹴るやってんじゃん。なんだかんだなんか今日気分が悪い殴る蹴る。そんなこと怖くなるよね、映画の現場だって、ね、驚くほどあれ引く、うん、あこれ怒ってるもん、戦場ですよねあれは。ああ、ダンカンさんってでも他の現場でも怒られないんですか？怒られないね、一切。そういうもんだと、一切怒られない、そういうもんだと。ダンカンさん役者絶対舐めてるわと。そういうか、もう絶対役者の仕事なんかしないなとか思ってたんですね。思ってた人が一番言ったじゃないですか。だ一番舐めたらね、誰だっけな、坂上忍君だっけ。あ、坂上忍君、坂上忍君とやった、ガスマスクマンとか刑事になってね、おならをするっていうなんかね、彼がそのまあ一応ヒーローなんだよ、アニメかなんかがあの元なんだけど、うん、それ何にも覚えていかないで、朝5時まで飲んで7時ぐらい、ほんで警察署の、ファーストシーンっていうかね、そこで僕がちょうど廊下で すれ違って、うん、お前なんとかだっていうセリフも覚えてないんで、そのままでパッと覚えて第一声アイスタートで、え、お前って言った瞬間に俺入ったんだからそんないい加減なやついないね。いや、ちょっといろいろあの精神的にいろいろ仕事でって言ったって、そんなこと言ったってもう周り中臭いんだもん、お酒の匂いでごまかしようがないよ。